皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。ようやく暖かくなってきて、春らしくなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も、素敵なゲストを招きして、賛美をお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。それでは、ゲストの1曲目からどうぞお聴きください。私を呼ぶ声まぶしい通り過ぎた風命あるものは芽吹く息は伸び道を作り架け橋となり私に届く時は道御国に近づき今この知らせを聞け天の戸を開いて天使の賛美の中この山にあなたが来られる日を待っておりました。いにしえの時を超えた景色を今思い出して ということで、今日はシンガーソングライターの、かぶちゃんこと、かぶらぎけいこさんに、お越しいただいています。こんにちは。こんにちは。本当素敵な、弾き語りをありがとうございました。いや緊張しました。緊張してきましたね。なんかね、すごい、癒しというか、なんか温かい、こう、あ、そうですか。はい、気持ちになりましたけれども、いつぐらいから、活動始めたんですか。活動はそうですね、2004年ぐらいから始めました、はい、なんかきっかけみたいなことは、最初は、自分がこう思いとか、またこう聖書の言葉をこう、ね、歌で覚えられたらと思ってこう歌ってたんですけど、でもそれを人がある時聞いた時にこうなんかもっと歌ってたら、
聖書の中にそんなこと書いてあるんだっていうのが分かるから、なんかもっとみんなに歌ったらって言われて、なるほど、それで、あ、そっか、そんな伝道の仕方もあるのかと思って、こう歌うようになりました。じゃあ初めは聖書の言葉に曲をつけて、うん、はい、僕もね一緒なんですよ、スタートが。おお、そうなん、うん、中学生の時かな。なので高校生の時、高校生の時、どんな箇所から曲をつけたんですか。大宣教命令とか、なんかそういうところをキャンプとかでテーマになると、うんうん、覚えるためにテーマソングとか、はいはい、こうそのまま歌えたらいいねって言ってこう作ったりとか、そういうのが結構きっかけだったりして、うんうん、見言葉にね、うん、メロディーをつけると本当に覚えやすくて、うん、そして何度でも口ずさめるので、うん、それが始まりで、うん、始まりでしたね、はい。そして、1曲目は、うん、タイトルがヒストリー、ヒストリー、はい、どういう思いが込められて、それがですね、はい、なんかその聖書がそのなんていうかこう歴史、イエス・キリストのこう歴史っていうか、こうなんていうか最初から最後までこう書いてあるっていう、そのなんか大きさっていうか、うでこう私たちはこう今を点々ってこう生きてるだけでもなんか前後でいろいろ悩んじゃうのに、うん、なんか最初から最後まで全部書かれているその彼の歴史っていうか、その歴史の種っていうか、うん、そのなんか大きさが大きいと思って、うんうん、この土台すごいなと思って、なんかそれがこう表されてっていうか生み出された歌ですね。なるほど、うん、クリスチャンになったきっかけっていうのは、うん、クリスチャンになったきっかけは、はい、もともとクリスチャンホームではなくて、それで中学生の時にこうなんていうんですか、ミッションじゃないんですけど、うん、中学 の, 英会話の先生がクリスチャンで、はい、でそれでそれキャンプに誘われて、でアメリカのキャンプでこう1ヶ月ぐらいこうアメリカにいるみたいな感じのキャンプで救われたんですけど、うんうんうん、でなんかこうどうしてもこう人と比較しちゃったりとか、こう何か自分がいろいろ頑張ってこう人に認められないと、うんと思ってもすごいなんかもがいて生きてて中学生の頃とか、うんうんうん、でそういう時になんかこうさっきもさっきそういう時にこう出会ってあれなんて言ったらいいですかね、その変わらないものを信じたいなと思って、うんうん、はい、信じました、うん、じゃあそれが中学生の時、うん、中学生の時、それから、やっぱり変わりましたか、うん、変わりましたね。なんか、うん、その押し込めて、その気持ちを押し込めてしまうところがあって、うん、でもなんかその賛美っていうのがとか祈りっていうのがこう初めてこう入ってきたので、うん、なんかこう自分をこう正直に素直にこう表現できるようになって、それが一番大きかったかもしれないですね、うん、なるほど。それでもう自分らしく生きていこうって、うん、ですかね、はい、じゃあ引き続き、2曲目、はい、タイトルを教えていただけますか。はい、荒野の御声と言います。はい、では、2曲目の、荒野の御声どうぞお聴きください。
静まりの中聞こえる声、私こそ神と知れ、共にある主我らの希望、主に包まれる、こんなにも偉大な主は我らを見捨てはしない、昼は雲も夜は日で覆う、あなたは我が主、我が主。ある一つの絵がありました。イエス・キリストがいろいろな人のところへ出向いて会いに行って教えたり話したり触れたり、そして人を救ったり、その絵がありました。でその絵を見ていて、こうじっと見ていてできた歌があるんですね。私もそのイエス様に出向いてもらって出会ったもののうちの一人です。本当にその苦しいなって、助けてほしいってその叫びを聞いてもらって、会いに来てもらって救ってもらったもののうちの一人です。この世になくならないものなんてあるんだろうかって思ってました。本当に自分がちっぽけでなんか消えてしまうっていう、そのなんか不安、忘れ去られてしまうっていう不安の中で、絶対的な変わらないものがある、それなら私も知りたいって求めてたんですよね。イエス・キリストという人が十字架に身代わりにかかるほど命がけで愛してくれた、そんな思いが、そんな愛があるなら私も欲しいって思ったんです。
そして私もこのイエス・キリストを救い主として信じました。次の曲はそのイエス様の子を皆を呼ぶ、そんな歌なんですね。ヘブライ語のイエスという意味がイエシュアという意味 でイエシュアという賛美です。聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。2つとも本当に素敵な曲で、荒野の御声っていうのは、これはどういう時に書いたんですか？これはイスラエルに行った時に、そのイスラエルでこう荒野を歩くツアーがあったんですけど、でその何もないところで、こう本当にその静まってこう聞くっていう、そういうのを体験した時に生み出された曲だったんですよね。でも夜と朝でこう自分がこう受け取ったインスピレーションが
あったので、まあ、その夜と朝をこう曲の中にあるっていう感じなんですね、うんうん、はい、うん、その体験が、うん、その時に書いたんですか、それともその時に大体こう、うん、なんていうんですか、イメージがとか歌詞とかこうできて、うんうん、で帰ってきてからこう肉付けできて、はい、生まれました。なんかうん、イスラエルになんか何度か行ってるっていう。あ、そうなんです、うん、はい、それはどういうきっかけで。最初はそのアダノの御声の歌は去年できたんです、はい、去年行ったツアーなんですけど、最初はその幼稚園の先生を辞めた後にこういう、ね、歌を賛美を歌っていくってこうなった時に、うんうん、こう友達がまずね行ってほしいってこう言われて、イスラエルに。あ、そうなんです。なんかこうやっぱりその自分が歌っているその現地にこう触れてくるとか、うん、その空気をやっぱ吸ってくることで絶対その生み出されてくるものがあると思うからってこう勧められて、うんうん、それで辞めてすぐの年にまず行ったんです。うん、なんか一つのじゃあ転機みたいな。そう、転機で、はい、うん、でどういうやっぱり、うん、なんかこうすごいインパクトっていうのを。ありました。なんかやっぱりこう頭でこう考えていた自分の何か神様像というか、うんうん、で行ってなんか自分が思ってたよりもやっぱりこう大きいんだなって、うん、こうその自分の考えてた像をこう壊してもらったのがすごく良かったですね、うんうん、こうきっとこうだろうと思って日本人感覚でこう読んでた聖書が向こうに行ってその景色とか、まあ、そういうのを見て、あ、そういうことだったんだみたいな、そういう気づきとかがあったりとかして、うんうんうん、なのですごく良かったです。いや、なんかうん、ね、ブリッジフォーピースっていう、うん、はい、そういうイスラエルのために、はい、なんだろう、支援している団体とも協力、はい、うん、そうですね、ちょっと手伝いはさせてもらってます、ね、うん、本当にそういう、なんだろう、イスラエルのために祈りなさいっていうか、うん、そういう御言葉があるように、うん、やっぱり賛美をする人にとっても、うん、やっぱりイスラエルっていうのは、ね、イスラエルの賛美をってこう、うん、普通に歌ったりしてるんだけれども、うん、なんか、うん、もっと身近にっていうかね、うん、もっと常にこう本当にイスラエルのために祈っていく必要があるのかなって、うん、ですけど、これからの活動のなんかこう、はい、ビジョンだったり、うん、なんかこう目標とかそういうのはありますか？そうですね、キリストの香りのこうね種をばいまいていきたいなっていうふうに思っていて、うんうん、その香りってやっぱりなんかこうふってこう心がね、うん、ちょっとこう動かされたり、こうあそこに何かあったんだなっていうようなね、こう思ったりするじゃないですか。なのでそういうことをしたいんですけど、去年からボイスオブティクバっていう、これ希望の声って意味なんですけど、うん、っていう働きをちょっと始めていて、うん、でティクバ、ティクバ、はい、これは、でもヘブル語で希望っていう意味なんですけど、うん、やっぱその聖書の中に書かれているこの希望のメッセージのこう種をやっぱりその歌とか、まあ、デザインとかいろんなそういうものを通してこういっぱい撒いていけたらいいなってこう思っていって、こう天国の香りというか、うんうん、でそれを、まあ、小さな子どもたちも一緒に、うん、していけたらいいなと思っています。まあ、そのボイスオブティクバの、まあ、一応テーマとしては、うん、イスラエルと希望と親子っていう、はい、具体的にはそれはなんかこう、なんだろう、どういう活動なんですか？まだね始まったばっかりで、でも今言ったようなそういうこう目に見えないところのというか、うん、やっぱりそういう歌やのカードとかグッズを作ったりとか、もしくはどなたかのこうビジョンを、集会とかであるビジョンを聞いて、うん、まあ、そういうところのお手伝い、そのカラー色付けというか、何かこういうそのビジョンに合ったグッズっていうか、うんうん、なんかそういうチラシであったりとか、まあ、テーマソングであったりとか、何かそのビジョンに合わせてこうできるこうアートのお手伝いみたいな形ですかね。うんうんうん、あ、なるほど、うん、
アートの支援をしていきたいと、最後になるんですけど、はい、かぶちゃんにとって賛美とは一言、賛美とは一気ですかね。一気、はい、で、なんかすごく無意識なこともあれば、なんかすごい深い深呼吸みたいなこともあれば、もう自分が呼吸困難になっている時にこう息吹を吹き返されるような時もあれば、私にとってこう命につながる、まあ、なくてはならない神様からの賜物、いただき物ですね、はい、そうですね、いや、うん、息、息、素晴らしい。今日はね、はい、この後ボーナスでもう一曲歌ってくれるということで、はいはい、最後のその曲は、はい、大切なものっていう歌です、はい、これはなんか CD にも入ってる。あ、そうなんです、はい、うん、CD の台にもなっています。思い、それはもう忙しさの中でなんかこう立ち止まって修正っていうかね、静まらなきゃいけないってことは分かってても日常できない、そんな自分がでもやっぱり時間かかっても向き合っていかなきゃいけないってこう思った時に作りました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、最後に、大切なもの、この曲を聴きながら終えたいと思います。番組を、ご覧いただいている皆さんは、ぜひホームページをですね、ご覧いただいて、また皆さんからの、リクエストや感想などを、お待ちしております。ではまた、次週我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いくら
けて通じ合って分かり合って行きたい。あなたと怖くて辛くて時間が変わってもそれが大切なことだから。本当に大切なもの目を向けてみませんか。疲れも悩みも空回りも吹き飛んで笑顔がこぼれるよ。忘れないでいたい選び